マルゲリータ・ゴンザーガは、イタリアのマントバ公爵家の公女で、ロレーヌ公アンリ2世の2番目の妻。フランス5名は、マルグリット・ド・ゴンザーグ。マントバ公ヴィンチェンツォ1世と、その2番目の妻で、トスカーナ大公フランチェスコ1世の娘である、エレオノーラの間の、第4子、長女として生まれた。母方のオバマリーが、フランス王アンリ4世の王妃だった関係で、 ロレーヌ公アンリ2世との縁談が持ち込まれた。マルゲリータは1606年4月26日にナンシーにおいてアンリ2世と結婚した。夫は1604年に最初の妻だったアンリ4世王の妹カトリーヌと死別しており、この結婚は再婚であった。マルゲリータは夫から朝の贈り物としてノムニー公借料及びレトリクールの所領を与えられた。 マルゲリータは娘を二人産んだが男子を授からなかったため1624年に夫が死ぬとパリ宮廷に赴いて長女のニコルがロレーヌ公爵家の家督を女子継承できるように運動したが結局は成功しなかったロレーヌに戻ると所領のノムニーで隠居生活を送ったありがとうございます